花尾義郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金田志郎でございます。今日もね、楽しく何事もなかったのように何事もなかった。いや、今日間に合ったね。間に合いましたね。よかったよかった。いやいや、まあまあよかった。まずはね、桜田武さんはい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。松下俊美さんです。こんにちは、よろしくお願いします。はい、1年間ねいろいろお世話になりました。あっという間にね、1年もう過ぎましたけども、はい、今日も慌ただしかったけどなんか慌ただしいね、1年でしたね。なんか今日はでも今までの中の最大の慌ただしさだったね。そう、 そうなのよ。その人身事故っていうのがねたまにあるけども、その時の対応がそのちょっとあんまり良くないような気がしたね。特に錦糸町駅は。錦糸町駅の錦糸町駅飲みに行くのはいい駅なのに、なんかね、飲みに行くのはいい駅、なかなかね、スムーズに行かなくてね、ちょっと足止め、ね、食らいましたけども、なんとかね、間に合いました。間に合いましたね、金尾さん。いろんなね、生き方がやっぱあるんだね、調べるとそうですね、ね、あ、生き方ね。そうそう、ここに来る生き方、生きていく方法、なんで今の生き方、そっちもそうだけどね、生き方もそうだけど、今日はね、今年最後の放送ということでですね、はい、お客様もね、本当に僕よりも先に来ていただきましたお前遅いとか言われて神様祭もうね、お待ちいただいてましたけども、ね、今日は本当思いがけずですね、サンフランシスコからですね、大山空手師範のたけしさん、斉藤たけしさん、こんにちは。どうも斉藤たけしさん、おかえりなさい。どうもどうもこの季節になるとねお会いできるのでね、はい、本当に嬉しいですけどもですね、すいません、慌ただしくて年に一度の、ただくんも元気でね来てくれて、ね、ありがとうね。どうもね、港から参りました。1年どっから、港区どっから、あ、どうも、はい、いろいろお世話になりましたね、ただくんもね。で、あ、千葉から桃子さん、はい、ありがとうございます。いつもね、お母様と応援にね来ていただいてね、お世話になりました、はい、ね、いろいろ本当ね、思い起こすといろんなね、ブルームードのワインのこととかね、いろんなことお世話に なりっぱなしでですね、皆さんにね、お世話になりっぱなしで、まあ、はい、生きてきましたけどもですね、あと大阪から聖子さん、聖子ちゃんね、早く来すぎましたねえ、もうお出迎えしてみんななんかね、早いんだもん。いや今日は普通ですよね、うん、普通なんだけども、できるだけね、割と早めにね、家を出るようにしてるんですけども、今日はね、もう絶対間に合わないと思いましたね、うん、絶対絶命でしたね。そういうことってやっぱ生放送ってね、あるんですね。ね、本当にもし間に合わなかったらどうしようかと思って。いや、だからそれは桜田武のワオってやんなきゃいけないちょっと甲高い声でワオっていや本当ね、どうしようかなと思ってね。いや、でもそれつなぐのはできるでしょ、だって、うん、まあいろいろこう、ね、考えてね。あ、そうなんだ、うん、万が一来なかったら、じゃあちょっとそれから始めようか今日もう絵が浮かんだんだけど、ここに座って青って言ってくれる、うん、ね、桜田さんがやってくれるよと思ってたよ。そうですね、桜田さんと私で、うん、いや、2人いればね、なんとかなるんだけど、なんとかなる、1人になると、いや、最初から1人だったんで、はい、じゃあ、キキさんと2人でやろうかって、うんうん、誰が撮るの、それをいいよね、喋ってる間はこう撮りながら、交代して撮りながら、それもいいね、面白いかなと思って、ね、あ、なるほどね、うん、そういうのもいいかもね。あと考えたのはね、うん、今年1年間ゲストの方いらっしゃってたじゃないですか、うんうん、でこれ Facebook で遡ると順番にこう見れるんで、あ、こうゲストの思い出話とかね、あ、なるほどね、いいかなとかね。そうだね、うん、考えてたんだ、考えてました。お疲れ様、何やるかじゃなくて、いや本当に何喋ろうかって、11時45分11時半から11時45分までもう頭の中ふるかいてるどうしよう、あれやろうかな、そうだよね、これやろうかな、不安になるよね。俺が来た時も顔が疲れてたもん
なんで疲れた顔してんのかなと思って、あ、本当ね、そういうこと考えてたんだね。ね、いろいろね。ね、本当にね、ありがとう。1年間ね、桜田君もそうだし、松下さんも、キキさんもね、本当にお世話になりました。リスナーの方もね、お礼申し上げます。なんとか健康でね、こうやって来れたのはね、本当に皆様のおかげでですね。早速ね、僕の方からご紹介しましょう。お便りですね。はい、金尾石郎さん、投げ銭 FM オン中というからね、チャーリー佐藤さんでございますね。本年最後の放送、皆様お疲れ様でしたっていうね、はい、個人的に思い返せば、一昨年、昨年、本年と語り尽くすことのできない超多忙な3年であったかと思いますというね、うん、特にすごかったのは元妻が知らないうちに姉になっていたということやこれ元妻がね姉になってたっていうのは別れた奥さんが養女になってたのよ、佐藤さんの、ね、お家の、はい、っていうことで姉になったっていう複雑ですね。そうそう、それであれになっててね、結構いろんな問題ありましたよね。要するに遺産相続とかのね、そういうこともね、全部佐藤さんもそう、うん、なんか私が言ったらしいのよ、放棄したらって、うん、放棄したらとかラジオで言ったもんだから、確か言ったらしいの、覚えてないんですけど、放棄したことによって家族はすごい仲良くなったらしいよ、奥さんの方がね、それ全部そう、ね、言ったの忘れて、なんで放棄するのもったいないとか言っちゃって、会った時にまあね、いろいろありましたね、それね、ということや、かなさんと年末に飲んでいる最中救急搬送でありますっていうね。あ、そっか、今年、あったね、そういえば。何年か前じゃなかった。一緒に、いや、1年前、うん、1年前ぐらい。1年前で。で、一緒に飲んでて、あ、そっかそっか。飲み屋でこう、お倒れになって。お倒れになって。スローモーションで。キキちゃんでお運びになられました。お運びになられましたと。キキちゃん、乗ったらもうしっかりね、ほら、薬関係の方だから、はいはいはい、薬詳しいから。自分のなんかね、指示してました。僕は今、救急隊員に指示してましたけどね。うん、これでこれ飲んでるからよろしくみたいな昔ね、ねえ、それでもいろいろありましたね。迎える新年が皆様にとって最高に温かく嬉しい一年と なりますことを祈りつつ、今年一番多くリクエストいたしました日の当たる坂道を再びお願いしたいと思います、ね、自分で統計してラジオをお聞きの皆さん、良いお年をお迎えくださいというね、チャーリー佐藤さんが今日は4万円、来てますね。まあまあ、あれ、いい感じの懐具合、いい感じですね、はい、いい感じじゃないでしょうかね。他にね、ありましょう。じゃあね、このリクエストまずお答えしましょう。日の当たる坂道行きますか。はい、ね、お歌詞覚えとうやろうか覚えとうやろうか最近なんか、行きましょうか。
はい、チャーリー佐藤さんのリクエストにお答えしました日の当たる坂道ね。もういきなりあの歌詞は飛びましたね。飛びます走った動揺はあれなのね。動揺がね。そうそう集中今だ ね, ね集中力不足で、ね、僕がでも歌詞間違えると松下さんも同じように間違えてくれるというのはすごい ねじゃあ 0.01 ぐらいをずれて歌ってるのね。出足を聞いて歌ってる。例えばサビを僕違う歌詞で歌ったりするときあるから、ね、でそれ合わせてもらえる。おすごいですね。 それね、それが本当のやっぱコーラスっていうね。いやいやこれはもうね、歌詞間違えでもいやいや恥をかきたくないじゃない。こっちも違うこと言ったら私が間違えてるでしょ。私が間違えたら俺が間違えても平気で歌ってるから、うんうん、いや本家本元はミスをしないから、うん、きっとこっちがね間違えてるんだって皆様ほら、うん、見るじゃない、うん、ね、そうね、そう、それでだから合わせてくれるようになって、すごいねそれ、うん、あの一言消えても次の言葉からじゃあだからね、こう歌ってるとき見ながら歌ってるのは、うん、こうそれを見てるわけよ、口の形を、うん、あーから始まるのか、おーから始まるのか、うーなのか、うーってなるんだよそうそうそうね、それはやっぱりね、それがねやっぱりあのね、あの本当のやっぱコーラスと言えましょうね。すごいね、素晴らしいですね、うん、まあ大体僕は間違えなきゃいいんだよね本来ね、間違えるのはでもね、まあ、あの結構僕あの歌詞カード見て歌ってないから、うん、でも、ね、素晴らしい、急になんかねあの歌の最中に別のこと考えるときがあるね、たまにそういう時がダメだよね、ふっと考えた時にパッと飛んじゃうんだよね、だから集中、あ、うん、ありますよね、それね、うん、ライブの時はできるだけほら一曲一曲集中しようと思うけども、うん、例えばこう体の調子悪いとか、うん、熱があるとかっていうの集中できない時あるじゃん、うん、例えばあのそういう時ってふっとなんかねこう違うこうこと考えたりするのよ、そういう時によくあるよね、飛ばしてありますね、ね、なんでだろうね、私も昔あるトレ、なんかいきなりトラヤの羊羹かなんかが歌いに来たんだよねトラヤの羊羹の思い浮かべながら歌うんだ、そしたら自分の歌なのにね歌詞ぶっ飛んじゃって、朝昼かなんか歌う時にトラヤの羊羹が浮かんだなんでトラヤの羊羹食べたかったのかなと思ってね、まあね、そういうのもありますよ ね雑念があるとダメだよ ね、うん、そうだからね、本当になんかこう1年が早いと思うっていうことは、うん、結局その毎週こうやってるけども、うん、あんまり印象に残ってないことも多かったかもしれないと思うわけ、結構早く感じるってことは、あ、うん、あのだからやっぱりその濃いね1年っていうのは割と長く感じるじゃん、うん、いろんなことを記憶してるから、うん、で若い頃はそれがあったんだけど、ほらあの辛いこと忘れようとかもう年取ったら思うじゃん、だんだん、そうですね、うん、だからわす、結構早く感じるよね、うん、あの1週間も早いし、だからなんか1日も早いしね、流れるような感じになっちゃうけどね、うん、でもやっぱり一日一日をね大切にね生きていたいと思いますが、お便りなんかありましょうか、たくさん来てるんだ、今日たくさん来てる、ね、どうしようこれ全部読めるかな、できるだけじゃあ早口、うん、加納さん桜田さんとしみさんこんにちは、おかじです、おかじありがとう、先週は出演させていただきありがとうございました、先週ねゲストね、錦糸町で人身事故ですか、ラジオは生ですから大変ですよね、うん、横須賀線は人身事故が多い、多いね、ところで加納さんお体復活されたようでよかったです、うん、はい、ありがとうございます、くれぐれもお体ご自愛ください、ありがとうございます、僕は体調を崩しちまいましたが、だってまたすぐに復活すると思います、ね、今年は、うん、本当にありがとうございました、はい、残り少なくなってきましたが良いお年をお迎えください、はい、ありがとうございます、 PS 路地裏の実、はい、妙に興味あります、路地裏ちょっとね喉元すぎれば僕も、はい、ちょっとそっち側に走っちゃうから軟式の方にそうそう、ちょっと寄ったのよ、はい、やっぱもう路地裏で僕育ってるから、あの商店街でね商売やってた家だったんで、だいたい路地裏でこう遊んでたのね、だから未だにやっぱその 裏道を通るとね、あのそういうところに惹かれるんだよね、あなんかちょっとあそこ曲がったところに面白い店があるんじゃないかとかさ、うん、でなんかこう怪しい感じに惹かれるっていう気持ちあるじゃん、うん、そっちに行っちゃったらもうすごいこう、あこんなところにこんな世界があるんだっていうね面白いね、うん、路地裏
うん、だから結構ねあの遊び場だったからねそういうのをちょっとあげたら岡地君もねあの今度行きましょうって言ってねでまあ元気になったらね行きましょうみんなでねあの路地裏を路地裏ツアーパス路地裏パスそうそう路地裏はお酒飲む人あそうだ ね女の人はあんま路地裏路地裏うろつく女はあんまりいないよあいないだろうねおっさんのイメージいるそういるのよあ立ち飲みは結構いるかこんなとこにさ女性はいないと思うようなとこに多いね若い人あのいるんだよね、うん、女性がねまあそれね男性だけの世界ではないかもしれませんけどもね女性もなんか最近ね、うん、あの結構そういう感じで、うん、あの飲んでる方いらっしゃいますよね、そういうことで、なんか行きましょうかご紹介しましょうあ行きます、うん、ちょっとあミキさんからいただきます、うん、皆さんこんにちはようやく昼間でも気温が上がらない冬らしい気候になってきましたね、うんうん、日本はやっぱり四季があるっていうのが素敵だなって今更ながら感じる今日この頃です、はい、先週の岡地さん音楽に真摯に向き合っている感じが素敵でしたね、うんさて今年最後の放送の今日は金玉です、はいなんか一番この形が素晴らしいなって思ってますほうほうほう今年も本当に楽しいそしていろんな音楽を紹介していただき感謝しています金沢、はいどげんかしてでん、うん、川崎 FM が続く限り、うん、番組ば続けちゃらんですかあってのが今の気持ちですねおう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 合ってますかイントネーションイントネーションはどうなんでしょうか、はい、さて個人的な話ですがおいらも今年なんとか年内に最高の夢の実現が起こりまして最高最高あ最高ね最高の夢最高って独身でしょあそうかそうか分かんないけど個人的なことは、うん、最高の夢の実現が起こりまして音楽魂のおかげで知ることができたド直球のロックンロールバンド、うん、ザ・ウォッカを博多と久留米で体験することができました、うん、お金も人望もない自分でも夢を追い込めて、夢を思い込めて願い続けると奇跡が起きるんだってことに改めて気づかされた年になりました、うん、金尾さんともつ鍋も食べられたし、うん、お嬢さんにもお会いできたしなんか来年からの夢を何していいのか悩むくらい素晴らしい年でしたほう、そうだ来年以降は音楽魂ライブフェスの実現っていう夢を持ちますとしみさんや桜田さんにもこっちに来てもらって、うん、もらいたいしって、うんうん、博多の方にああ来てもらいたいですね。リクエスト何かを続けることの尊さに今更ながら気づかされたんで、うん、あなたからの贈り物あなたからの贈り物をリクエスト、うん、だけど何でも OK です、それでは毎週メッセージ送ってて、何これ送っててこれ何て読むの、うん、何これ読めませんメッセージ何とかこれ何まあいいやリスナーの皆さんも含めて飛ばします良いお年をお迎えください来年こそ災害や犯罪がない年でありますように元をたどればみんな身内なんですからねっていうことでしたうんありがとうございますミキさんもね本当にこの間僕は行っててね結構すごくいい感じのなんかライブできたみたいでね本当にありがとうございます、ね、じゃあ毎日行きます、まあ、1年ねいろいろね、はいはい、お世話になりましたでまあできれば本当に音楽魂のねライブとかっていう感じでね福岡とかもね行ってみたい気がしますけどね行きたい呼んでくれたらどこでも行くよね、行きます ね、ええ、でなんか他に来てますか来てますよ、うん久しぶり金尾さん桜田さんとしみさんキキさんこんにちはお久しぶりです、はいはいはい、もう12月1年早いですね、うん、駆け足で年を取ってしまいます、うん、皆さん体調はいかがですか金尾さんは風邪ひき、としみさんは腰痛、うん、桜田さんは肩の後遺症。なんだこりゃ、年とともに不調、そうだね。不調箇所が出てくるのは当たり前なのかな。でもリスナーの私たちに元気をまき散らしてください。そうそう今年最後の放送を楽しみにしていますね。はい、リクエストは、いつもあの曲、何でも OK です、はいはい。またライブにお邪魔させていただきます。体調に気をつけて、年末乗り切ってください。はい、音楽魂に関わる全ての人が幸せになりますように、清水佳代子さん。ありがとうございます。清水佳代子さん、久しぶりですよね。佳代子さんもね、怪我をね、大怪我してるから、みんな仲間です。それからのね、仲間。うん、あれですけども。ね、はい。やっぱりいろんな、なんとかな、災難とかねそういうことも人生の中あるわけ で, で、ね、
あのなんかやっぱりそれみんなでこうあの励まし合いながらこうやってね、うん、あの生きていけるっていうのはそういうお付き合いもそのラジオ番組を通じてね、はい、できるっていうことは本当に僕も幸せを感じております、はい、ありがとうございます。じゃあ探してる間いきますか、はい、スタジオの皆さんこんにちは、うん、早いもので例年じゃあ例年じゃないよこれは令和元年、うん、最後の放送ですね、うんうん、はい今日は自宅で仕事をしながら聞いております、うん、金尾さんとしみさんお体の具合いかがでしょうか。まだまだ寒いですからお気をつけくださいね。かくいう私も金尾さんの横須賀ライブの後に酔った地元のバーで調子に乗って深酒し翌日風邪をひいてしまいました。これは鈴木雅之さんだと思います。今年もラジオですたくさんのゲストを紹介していただき初めて存じ上げる素敵なアーティストさんもいらっしゃいました。来年も皆さんお元気で楽しい放送を期待しております。1月10日ゲストの、菊田俊介楽しみにしております、はい、私もスタジオにお邪魔しようと思っております。リクエストはファニーエンジェルお願いします、はいはいはい、鈴木雅之これ写真付きでねいただきました。あ本当にね ありがとうございま す, すごい、ねね、ここ豆ですからね豆ですね、 鈴木さんね、うんうん、鈴木さんは最近歌も歌ってますよ。あ鈴木さんはいはははは。でも本当鈴木さんにもね、うん、いろいろあの写真をまあもちろんねフライヤー作ってもらったりねメインでねあのお世話になってるますねますます、うん、鈴木さんまたこれはいい人でねもう人がいいのが顔に出てるでしょ、うんうん、そうそう、うん、でもまあ人がねあの良すぎて結構ひょっとしたら疲れああいう人疲れるんじゃないかなと思ってからいや帰ったらね本人があパタンと人がいい人とやっぱどっか気使ってるじゃん、うんだから人一倍疲れるよね、うんうん、大丈夫だと思うよ鈴木さんは本当、うん、割とその辺は、さっぱりしてるからとしみさんなんか今日歌おうよいっぱいこれあるけどどうするあ本当あじゃあお便り先にいっちゃおうかね、うんはいはい、皆さんお久しぶりです、はい、今年1年心弾む音楽魂を聞かせていただき感謝申し上げます。はいありがとうございます。楽しいひとときを一緒に体験できる生ラジオは、最高ですね。時には笑い、うん、時には笑いと笑いの中にある風景が音符とともに、瞳に残ります、うん、今年もありがとうございました。今年最後のリクエスト、1年を締めくくる歌を歌っていただけたら最高かもです、うん、来年もお体に気をつけて楽しいお昼時を待っています、うん、スカスカマスターエンドプカプカ妖精ソソよりだってスカスカマスター、スカスカマスター、うん、ひどいうん、アンドプカプカ妖精ソソよりありがとうございます。プカプカのことをスカスカって言っちゃったんだよねそう、ね、でもねありがとうございます。ありがとうございます。お世話になりましたね。お世話になりましたね。実はね、はい、ちょっとここだけの話なんだけど、はい、発表ほいや1月3日俺プカプカでやるのマジっすか。マジマジで、うん、ライブやるよ。第 1, 1月3日ここお休みだから、はい、そう悔しいからどっかで会おうって言わないと気が済まないよね。1月生放送する行く生放送する実況にはまあいわゆる、まあ、放送はね一応できないかもしれない。でも動画で配信できる、ね、うん動画配信とかできますね。ちょっと考えてますけど、まあ、言っちゃいましたね、うん、1月3日プカプカでやります。急遽ね頑張ってください、ね、行きます、ね、慌ててんじゃない向こうで。あんまり公表してないんだけど、なってない。こっそりやろうと思ってたのに。こっそり、うん、こっそり行きます。ね、こっそり行きます。いやでもねちょっと1月3日、うん、なんか金曜日でしょ。でもお誘いあった時、僕はほらあんまり調子が良くないかと思ってね、うん、ちょっと来ないとかって言われたんでね。うん、すごく嬉しいし、まあ、ちょうど良かったかなと思って、ちょっと温泉でも入って、うん、ね。当時に行くの。なんだっけ鹿の湯だっけ。鹿の湯の当時あそこいいとこがあんねん。めちゃくちゃ暑いからね鹿の湯って、うん、48度まで42度から48度まである、ね、死んじゃうね48度、うん、結構ゆで卵できるでしょう。大変なとこですけどもです ねまずちょっと曲いきたいけど曲いきますか。クライミットリブできる。いやちょっとねいきなり言われても困りますこれいいんじゃないですか今出てるから、はい、これっていう。あこれこれなんだっけ。これ見ながら歌います。もう何しろ用意が今日はいつものいつも以上にいつも以上にできてないからね。あいきますか。じゃあ、リクエストにお答えしてだって。
シアの香りよ。はい、松下としみが歌いました星影の小道というね、これもよく歌いましたね。歌いましたね、こういうのってなんかこう飽きないよね。なんか僕はなんかこうやっぱこうふっとなんかゆったりできるじゃない。特に昔の歌っていうのはなんかこう何回聴いても、だって昔の歌しか歌ってないね私はね。いやまあたまたまじゃない、昭和の歌しか歌えない女、歌手自分でなんか吐き捨てるようにいやいやでも昭和の歌って安心するよね、メロディーが、なんか癒されるじゃない、昭和の歌ってね。その昭和ってやっぱり一番長いでしょ。長いしね、範囲も広いもんね、だからやっぱり そこを生き抜いてきた僕らにとってはさ、やっぱり一番思い出深いっていうか、部分が多いよね。そうなんかその、ね、令和はこれからだからね。これまあこれからなんだけども、でも私言われてみると平成の、平成っていうのイメージが僕はあんまりないんだよね。なかなか思い出せないね。平成だって30年あったわけだから。そうなんだよ ね結構長いっちゃ長いですよね、30年っつったら。だからなんかあのなんていうかな、こうその時代とともにね、昭和の方がなんかすごく僕はねイメージがなんかずっとこう、まあ年だってことやねまあまあまあそう言ってしまえばそれも、そう言ってしまえばもうねでも平成ってほらバブル弾けてさ、なんか日本が割とこう平坦に勢い、なんつうの、勢いがちょっと途絶えてこう、なんつうのかな、衰退してるっつうか、昭和ってこうガーって、まあ、戦争なんて盛り上がってね、高度成長期とかあって、ね、でバブルまでこう突き進んだじゃないですか、平成ってやっぱなんか本当平らだよね、平坦っていうか、平らな時代っていうかするよね。今から本当どういう、ね、世の中になるかわからないですけども、あのまあできるだけそのいい話とかね、そういうことも出てくるとは思うんですけども、まあ一日一日をね、
大事に生きていきたいと思いますが、今日ご覧あのねお越しになった方々もなんかいろいろありますかね。1年振り返って一番大きい出来事、荒木さんとかどうですか。急に振ったりなんかする。昨年ちょっと諸岡さんが来られてましたよね。はいはいはい、あ、そこからか。そこからですよね。あ、諸岡、はいはい、諸岡さん、そうですね。風邪ひかれ、1週間前に風邪ひかれて間に合ってよかったなっていうのをなんか投稿して、1年間もたたありすぎて、かなおさんにお世話になって、もう愛してやまない音楽なんですけどね。いえいえ、もう最後、ご挨拶に来ないわけにはいかないと思って。あ、いやいやいや。すいません、早くすぎて。いや、あの、ね、あの、どう田崎くんとかは割と体調もね、ちょっと大変な感じの手術とかもしたんだけど、体も少しはね、やっぱそれ慣れていくしかない。もう2年になりましたね。心臓だもんね。でもなんかあの元気な顔をね見せてくれると、なんかすごくね、あの嬉しいよね。いやもう生きてるのが不思議な感じ。ああね、結構大変な手術だったけどもね、もうそうやってね、もうあのニコニコしてね、こう来てくれたらね、嬉しいし。お母さんもお元気？僕のダーリン。絶対言ってない。僕のダーリンだって。今日うち来ますよ。あ、本当に？マドンナね。永遠のマドンナですね。あの素敵なお母さん。サイド師範はあれですか、今あのそのアメリカから今日お見えになったんですかね。いや、24日に来ます。あ、そうなんですか。はい。あ、そっかそっか。3日までおります。あ、そうですか。はい。どんな感じですか、あの日本、サンフランシスコと日本の比較っていう。いや、もう日本がいいですね。ねえ、いろいろですよね。はい、やっぱりあの、USA 大山のね、あの師範ですからね、あのね、アトランタにもね、あのいらっしゃるし、あのいろんなご縁があってね、僕もなんかお付き合いさせていただくようになりましたけどですね、本当に、ね、うん、今後ともよろしくお願いいたします。なんかよろしくお願いします。ももちゃんも、あ、ももちゃん、ももちゃん、お母さんにもよろしくお伝えください。今日一人来まして、やっぱりカノーさんと、としみさんと、桜田さんと、出会えたことですね。あ、今年だもんね。そうなんですよ、今年の3月ね、大岡川で、あれから、そうか、大岡川の花見の時に初めてお会いして、以来。濃いね、濃いね、じゃあね。濃いですね。ほぼほぼ、ほぼほぼ毎月会ってるもんね。そうですね。毎月会ってる。すごいね。ライブに来てくれるんで、1ヶ月以上空いたことない。わあ、すごい。すごいね。そうそう。ね。これも見ないとあれだよ、これ読みます、見ないとダメですよね。読みます、いいよいいよ、じゃあまだありますか。ありますよ、いっぱい。あ、パレード行こうか、じゃあ、はい、ちょっと元気よく全然急に変わるよね、僕ね。でもリクエストありましたよね。どうぞどうぞ、
きつけて魂奪う悲しげでも甘い笑顔に隠れた傷跡ラジオでこんなことする必要はないんじゃないの普通。いやいやそこね、はい、いいんじゃないですか、うん、あのついついね会っちゃったよってびっくりしちゃったいないから横見たら消えた消えた一瞬消えた、ね、たまにねそういうこともあの変化をねつけて面白いまあ来年のですね松下あたりの抱負っていうのは来年から私、うん、あの丸山恵子さんのコーラスをちょっとやらせていただけることになって、うん、そうですか。いやもうできるかどうか分かんないから、ね、いやおめでとうございます。いやいや、ね、いやうまくいくか分かりませんが、うん、まあ僕らのことも忘れないでそんなそんなもうすいません。だ早速13日からの1月、おお、まあ、どこでね、ブルスアレあ、うわすごいじゃないですか。で24日がバードランド、うん、いきなりあそういうところに、いきなりね、そういうとこ緊張しちゃうね。ねえ、いつも立ち飲み屋とかで慣れてるからさ、ちょっと緊張するなと思って。もうね、ブルースアレードだって立ち飲み屋とね、俺いや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 、どうしようと思って緊張してますよ。立ち飲み屋なんかであんたもじゃあ歌えなくなるんじゃないの。いやいやいや、まあ、そんなそんな、ね、えいや、すぐ戻りますよ戻ってきます、いや、ああいう綺麗なところは合わないかもしれない、私も。いや、でもそういうところはそういうところでいいと思いますよ、うん、ね、まあ、ね、勉強になりますよね。だからもう路地裏生活に俺は慣れたからさそういうとこばっかり行ってるんだけど。でも金沢来年レコーディングかなんかの予定はないんですか。え、あのそろそろ今のとこ、いや、そろそろね、そろそろレコーディングね、うん、入りたいと思いますけどもですね、まあいろいろね、まあ、マイペースをね保ってちょっとあの体調もね整えながらいろいろやっていきたいと思うんですけども。そうですね、うん、体調がね、もともとね俺あの持病があるのよ、あの頸椎を、はいはい、だから頸椎の痛みが結構出るんだよね、周期的に、あの何年かに一遍とか、はい、うん、寒いとか、うん、そういう時期に今差し掛かってて、うん、だからその風邪だけじゃなくてそういうので痛みが来るような最近気がしてるんですけども、まあそれはもう自分でこう対処しながら、だから今やほらどこも痛くないとか言う人いないじゃん。まあ、ね、しょうがないとしてはみんなどっかさなんだかんだね痛いとかしてやってるわけでね。まあね、うん、だから、まあ、それはそれであの自分でこう管理しながらね、
やっていこうかなとか思っておりますけどもですね、じゃあ、 博多の美紀さんのねリクエストにお答えしましょうか。これちょっと譜面がまだなかったんで桜田さんでちょっと借りましたけど大丈夫キーは でここから見えるから見えるのこれ見える見える、そうハモリあったっけ、いやなんかこっち見える、俺が見えないんだよね最近ですもうこんな会話しながらさ嫌だしね、長い坂道
はい、はい、博多の美希さんから、リクエストいただきました、あなたからのプリマノっていうね、はい、お届けしましたけどもですね、それぞれあの年末のライブっていうのは桜田さんどうですか。僕は明日1個最後、うん、年内最後ブルースギターフォーエバー。あ、明日ね。明日です。ブルースギターフォーエバー、はいはい、それで今年は最後ですね。そうですか、はい、あの1年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。塚さん桜田もね、いろんな旅もありましたしですね、はい、そうですね、ね、はい、あのまたあのご発展をね、はい、ご活躍をお祈り申し上げてますよ。ありがとうございます。で、金城は、29日に大船ハニービーで、あ、これはあの今年最後のに、ね、なります。29日日曜日、12月29日ですね、大船ハニービーということで、鬼殺しブルースバンドと、金城バンドっていうね、ジョイントライブ、はい、お届けします。今年最後ですね、はい、大船ハニービー、はい、ぜひね、皆さんも ね、あのここにあの、ま、みんな来てくれるか、ありがとうございます。ここで出血取る、ね、出席取ってもしょうがないんで。これどうしますかね、お便りね、お便りパパッと、はい、金尾さん、松下さん、桜田さん、キキさん、こんにちは、うん、いつも楽しく拝聴してます。毎度松戸のまっちゃんです、はい、おまっちゃん、はい、今日は令和元年最後の金玉、はい、ギャラリーも多く賑わっていることと思います、はい、私も仕事場から気を送ります、はい、今年もお疲れ様でした。お疲れ様でした。最後はにぎにぎしく、うん、不良中年の勧めをお願いします。あ、まっちゃん、ありがとうございます。いい時に来るな、来るね、タイミングが。まっちゃんもね、ほんとね、もういろいろお世話になって、ね、タイミングがいいですね、うん、あの1年間ね、あのいろいろとね、お世話になりました。もう一枚、ね、あ、もう一枚、ペンネーム、はい、マリとモモコ。マリとモモコ。12月27日金曜日12時から放送、はい、金尾義郎音楽魂への応援メッセージです。はい、ありがとうございます。金尾さん、としみさん、桜田さん、キキさん、こんにちは。こんにちは。今日のラジオは、金尾義郎金玉年末スペシャルですね。はい、楽しみです。はい、そして、あさって29日は夜7時から大船駅から徒歩5分。大船ハニービーブルースナイト、金尾義郎バンドと鬼殺しブルースバンドの、ジョイント、大豪華企画ライブ開催されます。ありがとうございます。私たちも全力で盛り上げます、はい、楽しみにしています。はい、29日のライブのお声出しも兼ねて、今日はたくさんリクエストさせていただきます。おまずはオンユアサイドの金尾さん、お嬢さんに当てた 歌詞が心に響きます。はいはいはい、そしてギターサポートの桜田さんの甘く優しいギターソロも聞きたいです。甘く優しいって言われたよ、ね。次は冬の、寒空に私たちファンが負けないように歌ってほしい風の中で立て、そして最後は言う、今年はいろんなことがありました。4月鶴見で、どんちゃんショー、鶴見でどんちゃんショーか、うん、鶴見でどんちゃんショーっていうのは私たち初めて金尾さんになります。来年の4月ね、4月、僕もね、一応なんかお声掛けいただいて、そう、初めて金尾さんに出会い、5月、ね、湘南台でショーで桜田武さんと渡辺武さんのダブル武と、としみさんと金尾さん、鈴木すかささんの素晴らしいアンプラグドステージにノックアウトされました。はい、そして力いっぱいの、築地汐留ブルームードでの金玉ライブ、はいはい、私たちは全部は参戦できませんでしたが、その他の素晴らしいライブ、みんな楽しみにしている、毎週金曜日の金尾義郎音楽魂ラジオ、素晴らしいゲストの方々、はい、金尾さんの熱い生演奏を聞いていて本当に楽しかったです。ありがとうございます。金尾さん、としみさん、桜田さん、キキさん、2019年お疲れ様でした。本当にありがとうございました。これからも全力で応援していくので、来年もご活躍を心より楽しみにしています。ネバーギブアップ、金尾さんの絶対諦めない熱いハート届けてほしい、はい、ユーお願いします。マリとモモコより、はい、ありがとうございます。リクエスト多かったね。何しようか、これ最初に読めばよかったね。そうだ ね、そしたらもうすぐ俺曲順もうそぱっと決まったのに、ね、失礼しました。もうね、この見る時間もなく、今日はね、どうしようか、最後1曲になるよね。1曲だ ね、 もうね、どうしようかって言ってる間に1曲歌えるんじゃない。 そうだね、なんかワンコーラスずつ何がいい、不良中年がいいか、不良中年にしますか、不良中年楽しく終わりますか、楽しくね、ギリギリね、ね、ギリギリ、はい、みんなもう立ってね、相談していきますかね、いきますか、不良中年。じゃあね、あの今年1年お世話になりました。また来年からもよろしくお願いいたします。はい、こんな不良中年でございますが、不良中年の勧め、いきます、はい、いきますよ、はい、イエーイ、よし、イエーイ、合わせましょう、はい、いくよ、イエーイ、ワン、ツー、スリー、ラララララ。
の中へ私を連れてって、そんな気持ちまるで初めてさ、あっち向いてこっち向いてあなたに首切ったけ、そんな気持ちまるで初めてさ、また来年お会いいたしましょう。皆様良いお年を。ほい。See you next time。お疲れ様でした。I'm not afraid to die.